アレスケは、岡山県、香川県を放送対象地域とする TBS 系列の放送局である RSK、山陽放送のマスコットキャラクターである。2006年6月1日に山陽放送のマスコットキャラクターとして登場。それまではプルルンを使用していた。名前の由来は、社名の略称、RSK の読みをもじったものである。相棒は、ロックタン。 2008年1月にアレスケ、ロクタンのイメージソング、タッタッタアレスケを発表。ノリノリな BGM をバックにアレスケ、ロクタンが歌う。タッタッタララなどといったとてもシンプルな歌詞である。この曲は一時期、毎週日曜11時40分の気象情報などで流れていた。プロモーションビデオもあり、決まった曜日と時間に放送していた。ちなみに、ブラジルのジョークサイト、 charges.com BR が制作したアニメ、都人ではテーマソングの一つとして、たったたアレスケが使われている。このアニメは、主人公であるブラジル人の少年がある日忍者と出会い、日本に渡って忍術を習得して悪と戦うという内容である。現在、第1弾から第4弾まで制作されている。2008年12月には、 イメージソング第2弾、エコヒーローを2010年1月にも第3弾、アレストレッチを発表。年1曲ペースで楽曲が作られている。なお、たったったアレスケ、エコヒーローなどの楽曲は、RSK と同じ JNN 系列曲の毎日、放送の来、イ四ちゃんでもおなじみである、岡野明が作曲を手掛けている。オフィシャルホームページより、引用6端は、アレスケの相棒。 名前は2006年11月の RSK 夢フェスタまで明かされていなかった。アレスケより少し年上らしい。外見はテレビの形をしており、耳は六の形をしている。原則として毎年1月に年ごとに更新され、PV は原則として毎日 RSK テレビにて放送されていたが、2013年は未だ発表されていない。 第43回全英女子オープンゴルフ。テレビ朝日。2020年1月11日へ閲覧。街頭のテレビ中継は日本では、テレビ朝日系列にて放送。そのため、RSK の放送エリアである、岡山県、香川県では、瀬戸内海放送にて、同時ネットした。アレスケ、人気渋谷所属の採用放送を嬉しい悲鳴。日刊スポーツ。 2020年1月11日閲覧、ありがとうございます。